はい、こんにちは。買ってまいりました。今日、9月28日となっております。ロッテリア。そう、なんかね、2ヶ月前だっけ、和牛バーガーが始まって、毎月食べるよって言ったんだけど、1日しかなくて、なかなかね、買いに行けなかったんです。で、今日は行ってきたよ。今日、ちょうど今外から帰ってきたところだから。はい、和牛バーガー。今回の和牛バーガー、やばいよ。やばいよ。ちょっと、いろんなブログでもね、噂になってます。はい、出たー。今回もポテトとジュースとサラダ選べましたよ。選べました。まあ健康的にね、めぐみさんのサラダをチョイスしました。そしてで、まさかの栃木。今回は栃木の和牛ということでね、なんと、とちおとめ、いちごとのコラボレーションですよ。これまさかの展開ですよ。はい、出た。出た。出ちゃったね。いちご。いちごソースがかかった、栃木の和牛バーガー。まあ開ける前に値段言いますよ。今回1300円でございます。1300円。あのね、今日めぐみさんちょっと打ち合わせでね、ギロッポン行ってきたんですよ。でギロッポンでランチしました。これも今日いいランチ食べたと思ったんですよ。今日はねちょっと贅沢しちゃったなと、自分へのご褒美的ないいランチをね1260円でギロッポンで食べました。それね、サラダもついてライスもついて肉もついて、それで1260円ギロッポンでですよ。ところがですよ、帰りにね、よし今日和牛バーガーだっつって和牛バーガーを買ってきたら、それより高いんですよ。1600円。1300円。これはね、これあったかい、熱い、まだ熱い。本当ね、今帰ってきたところだからすごい熱いです。前回はちょっとね、なんかシャワー浴びたりしてちょっと冷めちゃってたんで、今回はもう強気ですよ。はい、これが1300円のバーガーです。今回もね、前回同様パンと肉、ちょっと汚いね、見た目が。ちょっとごめんね。で、この何白いソースあるじゃん、これがどうもとちおとめストロベリーソースらしいです。で1300円。いや、私が今日ギロッポンで食べたちょっと贅沢なランチより高いんですよ。いや、もうお腹空いちゃってますから、いただきます。いちごの味がしない。あのね、ここにとちおとめソースって書いてあるんだけど、いちごの味皆無だね。全くしない。あの、ゼロゼロ、いちご感ゼロ。ん、マジで言ってる、これマジで言ってる、いちご感ゼロだよ。ただやっぱね、前回の和牛バーガーちょっとイマイチだっていうレビューをしたんですけど、あれは冷えちゃったからかもしんない。お風呂入ったりした後だったから。今回ね、美味しい。すごい柔らかいんで美味しい。でご覧の通り、肉の分厚さが半端ないんですよ。だからいわゆるレストランで食べるハンバーグがそのまま入ってるイメージ。とてもね、ハンバーガーの間に挟まってるパンではなく、本当にハンバーガーというよりも、あのハンバーグがボーン入ってる。しかも超立派なやつね。だって1300円だもん。ランチより高いんだもん。恐ろしい。ちょっと全然でもイチゴ感はしないね。で、当然ね、めぐみさんそんなね、和牛の差とかわかんないですから、これ栃木の和牛だよ、これが松阪牛だよって言われても、まあ両方出されて食べ比べればわかるかもしれないけど、これはわかんないよ。あれめっちゃ美味しい、めっちゃ美味しいんだけど、やっぱ高いね、1300円で。買いかどうかって点ですけど、正直1300円あったら普通にランチ食べた方がいい。ランチっていうか、まあ一食食べれるじゃん、レストランで食べた方がいいんだけど、まあネタだよね。月に1回しか販売しない、この29日28日とかにしか売ってない、まあレアものなんでね。9月29日からは栃木和牛だからね。来月日高牛、日高牛です。日高牛を来月はめぐみさん食べようと思います。まあサラダもね、これもどうなの、どうなの。まあ1300円ね、あったら美味しいものが食べたい人はランチ食べてください。ネタが欲しい人はこれ食べてもいいと思います。ちなみにいちご感は全くしませんでした。
そんなわけで今月号ですね、今月号のロッテリア、和牛バーガー1300円のレビューでした。楽しんでいただけてると嬉しいです。また会いましょう。バイバーイ。最後まで見ていただいてありがとうございます。このチャンネルは365日毎日動画を投稿しております。なのでチャンネル登録はまだお済みではない方、ぜひチャンネル登録をお願いします。この画面の下にあります概要欄、こちらの方からチャンネル登録お願いします。この動画に関係する動画や、似た動画などのプレイリストもたくさん貼ってあるんで、よかったらその他の動画も見てください。ではまた会いましょう。バイバーイ。